ようございます。おはようございます。日本ショートスリーパー育成協会代表理事堀大輔と私島田さくらでお送りいたします。メルマガジン読者限定質疑応答コーナーです。今回もメルマガジン読者様からいただいたご質問に代表理事堀が本音でお答えいたしますので、ぜひ楽しんでご覧ください。堀さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日の質問です。柴崎さんからのご質問です。はい、はい、1日3回以上のパワーナップは問題ありませんでしょうか。何かあるんじゃないか何かそこに地雷があるんじゃないかみたいな。そうです、はい、方向性によるまあまあ、でも網羅的に回答することは悪いことじゃないはずだから、言っていくと別に3回以上のパワーナップそれ自体が問題あるかないかで言うと別にないっちゃないんです。ある意味ね、ある意味やる。でも例えば睡魔が発生するのをパワーナップを取らないと取れないとかっていう発想だったら問題じゃないですか。例えば別にパワーナップで取れる睡魔なんて限られてるんで、それでもって解決しようっていうのは方向性が違いますよね、まず。はいはい、この場合は3回以上のパワーナップは問題になりますよね。で、1日10回パワーナップ取るってなったら、もうもはや社会的に若干問題があるじゃないですか。例えばだけどさ、はい、わかんないんだけどね。なんか2時間空けましょうって言ったら、2時間ごとにパワーナップ取るとかってなったら、もうもはやなんかまあ間の活動にもよるかもしれないけど、なんか精神衛生上ちょっと違う気もするんですよ。まあだからパワーナップっていうのはね、まあ切り替えであったりとか、あの睡眠の練習としてもすごくまあ優秀なものではあるんですけど、まあ何事も適切な量っていうのはある気がするので、まあとりあえず3回っていう風に弊社は言ってるので、以下でも以上でもどっちでもないように3回取るようにしたらみたいなことは最近よく言うんですけど、僕これ説明会で始めてからわけわからん人いるんで、説明会とかでも僕はパワーナップを3回どうしても取れそうにないので受講できませんって言うんですよ、忙しいからみたいな。はいはいはい、私は忙しいからパワーナップが3回取れないので受講できませんって、何のためのショートスリーパーみたいな、意味がわかんなさすぎてやばかった。外科の受講生めっちゃいるし、あなただけ特別忙しい外科なんですかみたいな、言っちゃ悪いけど、意味不明すぎて、来なくていい、あなたいらんっていうのも変だけど、だって別に僕説明、その人の説明会覚えてんだけどさ、はい、別に朝ね4時に起きたとしたら6時にパワーナップ取って、出社直後もしくは出社前の8時半とか取っていただいて、うん、まあ7時電車でも提案しましたし、うんうん、何で行ってるか分からない、車で行ってるかもしれないけどね、はい、でまあ夕方か夜かまあ分かんないけど、そこでまあ取っていただいてもいいし、うん、夜ね寝るまで2時間空けたらっていうので、まあ、3回っていうの取れるでしょっていう感じのニュアンスで言って、取れませんって返ってくるとマジかってなるじゃないですかまあ3回絶対取らなくても民はできますよ、ね、できはするし、うん、それは言ってるんだけど、うん、まあ結局まあまあ、 やらない言い訳で3回取れないからっていう感じで来たんでしょうけどね、うんはい、うん、まあまあだからその、うん、僕は3回って最近言うようにしてるのもまあそういった方がまあもう一人ぐらいいるんですよ、ちなみにね。ちょっと15分ほどの休憩時間が全くない状態、ね、それはまあ僕に言うよりかは会社に言った方がいいんじゃないですか、うん、別にそのなんとかいいね、場所も知ってますけど僕は正直そこのねクリニックに言った方がいいんじゃないですか。労働上の問題あるでしょ、労基起こされたらないんでしょ、それいい労働の法律遵守してるかっていうと多分してないじゃないですか、うんうん、してたら絶対取れるから、うん、だからそれはその会社というかね、委員か、まあ、もしくは国の体制のコロナのどうのこうのなのかは分からんけど、そっち側に言うべきじゃないですかねみたいな、うん、の方が建設的じゃん別に。だってまあパワーナップ取れないからやめるも自由なんだけど、それを放置しとっていいのっていう話なんですよ結局。いや僕は別にうちのコンテンツをやめていただくとかはそれは構わないんですよ僕は、うん、別にその方一人がやめたところで別になんだっていうのもありますし、うん、まあ一方的だったしねメッセージもね、非常にね、まあまあそういうのもあって、まあ、この医者には絶対かかりたくないわっていう本当に、ね、心から思いましたし、まあ、つまりはだって外科医やってるんでしょ、外科医やってて15分の休憩が取れない外科医なんでしょ、行きたくないでしょ、うん、その人オリジンの問題じゃなくてっていうのを現実論的に考えて、それをないないしてるような医院というか病棟ってどうなんですかっていう、うん、本当に医者大事にする気あるんですかっていう国がっていう。だからその人がだってその労働状況であと20年働けますかね、うん、ショートスリープ睡眠のコントロールっていうのも放棄した上で、まあ、別にねこの方にっていうわけじゃないですし、聞いてる方はもうそれ誰だよって話かもしれないんですけども、うん、パワーナップの回数ね、まあ、3回を狙うっていうのもまあ重要だと思うんですよ。なんかブレがあるところを狙うってやっぱやりづらいじゃないですか、うんうん、だから3回って固定化してるところもある、まあ、だからその3回に意味があるのかないのかっていうと、出せますよ意味なんて、何でもそうじゃないですか、何でも意味って出せるじゃないですか、うんうんうん、出せるぐらいの認識でいいんじゃないですか。であとやりやすいでしょ、うん、なんか逆にまあ、さっき の外科医さんの話題ではなくて、はい、結構時間がある方、
はい、まあ、例えば今リモートワークで家に行ってパワーナップ、はい、まあ、いつでも取れるっていう方でパワーナップをして失敗してもう1回2時間とか経ったら取るのはいいんじゃないかなって。どういう失敗？寝れないとかで。寝れない、はい、パワーナップにつけなかったってことね。はい、という際には3回にこだわらなくてもいいんじゃない。実際寝たかどうかの判別って、まあ、意識上でやってると思うんで、実際寝たかどうかはね、まあ、そういうのも含めてあんまりまあこだわりすぎないようにとは思うんですけど、まあ、今の下田さんの意見聞いてもまあ3回で行った方がいいんじゃないかなと思います。ここで眠れんかったらもう1回取れるっていう発想は多分あんまり建設的じゃない。体がね、あのオートメーションでいろいろと修正って体ってしてくれるんですけど、まあ、どうせここで失敗してもまたチャンスがあるわっていう状態ってあんまりそれ発動しないんじゃないかなと、まあ、分かんないけどあんまり僕はちょっと自分ではそういうのがないんで。でも今回失敗して次があるわっていう精神状態でやるより今回がオンリーワンってやった方がうまくなってる気がします。何事も、まあ、ちょっとパワーナップの話じゃないかもしれないですけど、サーフィンも同じ波ないし、ボードゲームも同じ戦略ないし、だから今回オンリーワンだから集中する、全集中とか言わへんで、なんか最近なんか流行ってるけど、もうちょっと過ぎてます。分からんよこれ発表の時に。ああ、今呪術廻戦の方が出ると思います。またヨーハン追っかけ遅かったもんな。まあ呪術廻戦終わったら読むけど、だから前日とかに決めるっていうのがまあ一応おすすめとしては言ってるわけですよね。はい、だから前日に決めた通りにするっていう、ただそれだけでいいんですよ別に、それがあんまり回数多すぎるっていうのは精神衛生上というか、それに頼り切ってるんじゃないかなっていうので、あんまり良くないんじゃないかなみたいなっていうニュアンス。もしすごく眠かった時にパナップ取ってもいいですかっていうご質問も説明会でもあったり、まあだからそれは結局眠気にコントロールされてるから眠気は自分で出すっていうのが重要なので、だから眠気が出たからパワーナップを取るは基本的には間違い、眠気は出して取る、だから自分の決まった時間、決めてる時間、パワーナップってここで取るよって決めてる時間に眠気を出すっていう、それが重要ですね。まあ理想論ですよ、まあ、正味そうじゃない時ってたくさんあると思うんですけど、眠くなってからパワーナップ取るっていうのはまあまあ、 あの現実論ではあると思うんですけども、あのそれは向かうべき方向性ではないよっていうことです。こんな感じかな、はい、1行だったからね質問は、まあ、別にあの短いのが個人的には好きですけど、あ、はい、ちょっと呪術廻戦まで行っちゃったね。私見てないんですが。僕も見てない、はい、ちょっと妹が見てて、はい、という感じで、はい、堀さんありがとうございました。ありがとうございました。本日のメールマガジン読者限定質疑応答コーナーは以上となります。睡眠に関するご質問などございましたらお気軽にご連絡ください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次回の動画も楽しみに。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。